はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでひろしさんですね。はい、USA を一つになります。で、今日ね、発送します。ちょっと今日はもう早めに PB をして、夜またグループブレイクがあるとちょっと PB が遅れがちになってしまうんで、今日はもう早めに動きました。後ろですね、こっちだ。はい、まずは、お、シルエットだ。誰だ、はい、どなただ。あ、そうだ、よいしょ、これを置きます。はい、まずは1枚目、あ、コイジエムス君ですね。うん、シルエットできました。まあ、シルエットのメンバーはある程度こうね、高校生であってもかなり有望というかね、トッププロスペクトに近いようなね、選手が多いですね。で、2枚目。はい。ライアン・ジョンソン。ですね。タッパーありそうですね。カレッジだ。どこ行ったのかな？すごいですね。うん。6フィート、ピッチャーなのかな？ピッチャーだろうな。うん。お、サインかっこいいな。はい。今度は、エッセンバーグさんですね。コナーエッセンバーグ。サインがかっこいいですね。このシルエットですね。高校生か。16、17だ。はい。まあ来年以降、ドラフトされ、あ台湾選手来ました。分厚いね。はい。ゴールドだから25か。多分。これ分厚いの結構あれなんだよな。180とかなんだよな。よいしょ。はい、台湾選手のクイーン・シャオーバーさん。はい、うん、ちょっとわかりませんけど、発音は25シリアルですね。うん、ゴールドなんでパッチオートのとこ、まあ全部がパッチ入ってるような感じですけどね、うん、ゴールドバージョンですね。はい、JC パチャコさん。中学生か。まあ、今年高1とかかの、まあ、かもしれないというところですね。中学校1年、2年で代表になってる可能性もあるんで。で、あのハートさんだ、これ。ね、ハートなんですよね。うん。チャンドラーでハート。ね。お！場所がすごいな。はい、USA の赤オートの、これ書き込みなのかな？ニコラスか。ああ、フルネームで書いてある。ニコラスだ。はい、それのパッチオートですけど、ちょっと待ってくださいね。これかな。あ、はい。25シリアルです。赤インクのパッチオートですね。パッチが結構かっこいい感じで入ってます。彼も16、17ですね。まあドラフト、うん、まあ高1、高2だから、まあ高3になってるから、まあドラフトされてる可能性もあるけどというところでしょうか。はい、で、ラストは、これパラレルですね。あの、パックからカード取り出したときに、あの、この辺のちょっとこう、下のもじょもじょもじょって見ると、あ、過分来てるのかなって一瞬ね、まあお客さんも思うんですけど、パラレルなんですよ。ハリスさん。30シリアル。うん。まあ、今年、高1かなというところですね。はい。ということで、パッチオートが最後の方に来て。ですね。あと、ね、台湾選手、パッチオート2つ。あと、この辺がね、ドラフトされてると、というところですね。コイ・ジェムさんは結構名前聞いたので、うんですね。はい。こうか。ね。まあ、台湾の方は、WBC の時にお会いしましょうという感じで。はい。じゃあ、こちらで発送します。ありがとうございました。